の悪魔化計画です。はい、開始しました。開始しましたね。はい、なんかどうしたんですか今日。いつもと衣装違うくないですか。確かに着てませんでしたよね。これ初お披露目かも。夏仕様、はい、あら、悪魔もおしゃれついにするようになったんですね。俺いつもおしゃれじゃないですか。ごめんなさい、すいませんでした。あと僕今日大丈夫ですか。ん、匂い大丈夫ですか。匂い、あのね、一回ね、ちょっとこれ見てくれてた人分かると思うんですけど、とめきちさんに僕臭い臭いって言われて、いつもベロリナさん我慢してるって言ってたじゃないですか。うん、やりましたね。あったんですね、そういう回がね。はい、うん、ほんでね、この間ね、誕生日プレゼントいただいたんですね。で、いろいろルームフレグランスとか、なんかね、はい、いろいろもらって、最後にパッてもらったの見たら、大衆のやつやって。言ったじゃないですか。あれは、あー、ほんまやったんやと思って、僕、それ今日めちゃくちゃ降ってきましたからね。あ、まあ、だから臭くないんだ。あ、ほら、ほら。今日は女性2人なんで、そうですね、匂い対策もバッチリってことで、そうですね、あったかくいけるか。おはようございます。バッドモーニング、ハロー、おはよう。久しぶり。え、久しぶりなんだ。いや、でも確かに久しぶりかもしれない。久しぶり、いつぶりかもう分からんぐらいぶりかもしれない。 そんなぶりなんだ。一緒に仕事することないですもんね。これで前、はい、魔王にさせられた以来。そうだそうだ、そうです、ね、かもしれない。あれですか、37リーグで当たるかもしれないですけどね。まあ、ていうかさ、ちょっとゆかりのあるメンバーなんですよね。ベロリナさんこっちじゃないですか。本当だ、ベロリナ。そうだ、今日俺こっちだな。違う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 先輩違う、あ、そうくるゲンとカルハンさんですもんね。あ、そうか、別の収録やけど、ね、前まではこっちだった。お前ゲンとカコどっちが強いかってことでね。やるかいや、いいね、あんま多分強ないで。パチスロ出してるとかあんま見たことないもん。いやいや、いや、ミニオンめちゃめちゃ強いですから。ほんまですか。一番出してます。ミニオンでは本当に成績はめちゃくちゃいいです。はい、見ましたよ、あの一番最新話。あ、本当ですか。何言ってました。バンチョ4ちゃんと見てくれてる。すごい、アイナミちゃんはからくり、ジローさんが忍び魂。そう、チャット見て結果、え、見てくれてます。もちろん。え、じゃあ最近結果が出たんですけど、どうでした。何枚出したでなや。悲しいです。適当らしいよね、本当に。違うのも、忙しすぎて自分のことで今いっぱいなんだよね。それは、ほんまにそれはある。メンタルやられる時あるな。忙しいって怖いな。たまに新幹線乗ってる時とか、なんかもうメンタルやられてる時あるもん。危ない危ない危ないよ、それは。そのうち勝手に涙出てくるぞ。あ、多分ね。危ない危ない。え、経験済みなんだよ。経験済みなんですよ。経験したことある、それは。なんか不安になっちゃうんですけど。あのね、優しいっすよ。僕なんかそういうのを聞きつけたんか知らんけど、いきなり LINE 送ってくれて、ナナシさんね。あ、私、はい、何、大丈夫って。え、何がと思って。いや、最近忙しそうにしてるからって心配して、わざわざ、あれ何やったんすか。優しい。俺感動してもうて、こんな優しい先輩ちゃんばりにおったかなと思って。初めて優しさをなんか。いや、じゃあ本当に忙しそうなスケジュールいつもやってるから、なんかいつも明るいじゃん。うん、頑張らないって。確かに、無理してるからある。明るいじゃん。だから周りにも気配るし大丈夫かなと思って連絡しただけ。あ、優しい先輩やな。じゃあ今日間落ちなしでいいですか。あかん、そういうのはやってません。え、ちょっとね、平和的な心が、平和的にね。ていうか、そろそろ戻ってきてもらっていいですか。まあ一応ね、番組上 ね、 一応ね、こういう形でやりますけど。え、スタッフさん人気すごいらしいですよ。ジャンバリの結婚したいナンバーワンらしいです。やだ、すごい、言ってました。誰が言ってたの。かわいい。投票により、あの、P さんが言ってた。やだ、ボーイ P さんが言ってた、結婚したいナンバーワン。じゃあ、相思相愛だ。でも、全然ルール説明しなかった。お願いします。一応、あの、パチスローパチンコで勝負しまして、3枚数で僕らが勝てば、マウチしていただきますというルールでございます。すいません、前回ね、ちょっと間落ちしたんで、はい、今回ちょっとリベンジで。いや、そうですよ。でも、私たちが勝てばあるんですよね。うん、お二人にも何か。まあ、何かしら。まあ、どうしてもっていうなら、やりましょう。うん、どうしてもっていうなら。しずさんのお願いならね。罰を受けてもらうってことっていいですよね。いいですよ。はい。いいですよ、もちろん。何でもしてくれるんですか。何でもはしません。何でもいいんですか。何でもします。めっちゃぬるいやって。あ、いいの。ご奉仕しますよ。ご奉仕。何かしら。あ、じゃあ考えてていいですか。あ、じゃあ考えておいてください。はい、考えておきます。
ほな行きましょうか、うん、よし今日はザミリオンだよね。あ、そこもう知らんかったんや。ミリオンズです。ミリオンズだすいませんでした今回はミリオンズ悪魔化してやるぞー。どどま、リセイヤから行きましょうか。いいですか、私角で。いいよ。一旦からくり取りました。はい、それでは久しぶりのからくりです。俺それだけは避けたいな。緑発見第2章。あ、いった。行きましたね。めちゃくちゃ早かった。あ、普通にチャンスゾーン。うわ、早かった。東日本で本日1回目のチャンスゾーン行きたいと思います。ここで決めれたら、東日本で AT 入れられるなんてなかなかないことだからね、カラクリで。やったー、リプレイ一発で通しましたわ。それでは、うわ、こんなに早く AT できるとは。ありがてー。運命決めたいと思います。マジで引き戻したい。白がね、ラスト。おお、ディアマン、ディア。来るよね、このシルエットは。あ、ありがとう。撮ってるってことだよね、もうこれ。よーし、ディアマンティーナ。俺本当に記憶力やばい。マジで全部忘れちゃうんだな。いや、これは絶対に取ろう。絶対に取らなあかんぞ。これはこんな大チャンス、ゲーム数でいただいたんですよ、このジャッジを。ドドンマ、
はい、次。はい、ここで。いけ。あ、やばい。まだ上がんない。まだ上がんないよ。ない。もっ。大変。ストリートファイターでコツコツ勝ち取ったプラス収支ありがとう、ありがとう、これはでかいぞ、オリンピアいただきました。いきます、200は行きたい、やばい、よし頼む、何かしら子役で続けててくれ、やばい、ここからだよ、ここから、ここからよ、ここから、よいしょ、あやってもうた、また130万、うわなんか引いた、チャンス、いや、これスイカだったらやばい、チャンス目だよね、さすがに、やったー、3桁、300超え、あ、100、100だったけど、これはでかい、あっつー、絶対に来た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 、出るよね、あ、ゲーム数も来ちゃった、誰だ、あー勝った、あ、黒ナビー、黒ナビー取ったね、絶対に決めたい、リプレイ、ここでもいいからリプレイ行きたい、まあ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 、あるだろう、ない。うわー、ダメかー。まだ降格終わってない。うわー。なんか引いたー。どっち先押そうかなー。プッシュ押そう。やばい。またスイカのチャンスかもしれないよ。おー。今日すごすぎる、おお、こんなカラクリすごくないですか、投資2本ですよ、すごい、うわすごい、俺今日勝っちゃうかもしれない、引きすぎー、引きすぎ、すごい引いた、うわー、
かすすぎだよ。よし、もうこのままジャッジも取っちゃおう。やばいな、次でナビでしょう。リプレイのナビで会ってくれ。普通にリプレイ引きました。よし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 。100。いやー、また500枚あるよ。また降格だし。はい、それではセイントセイヤ海洋覚醒打っていきます。でカスタム入れたんですけど、先ペガサス予告 80% 出やすい、太陽の目出やすい、突然にクソ出やすい、をフルカスタムでいきたいと思います。あ、本当に朝一で腹痛中とかで45ポイント以上溜まっていることもありますし、あの GB レベル80っていうこともありますし、そこをうまく拾えたらなというところですね。あ、腹痛中出ましたね。これで45ポイント以上あります。 OKOKOK、 いいよ。はい、ようやくコスモチャージ初ですね。350ゲームで今回のコスモチャージね、もちろんまあこのコスモポイントを貯めるっていうのが主なんです。これなんですよ。前作と大きく違うのがこの狙いを出て、これ出たらもう揃ったらもう GB なんで、これがわりかし揃うっていう。来い、ダメか、さすがにいきなり GB 直行してくれるんでね、これちょっと嬉しいポイントなんですよ。ああ、激アツ激アツ、今泣いたでしょ。超えてからのこの狙い、これ揃うでしょ。これです、これなんすよ、これなんすよ。コスモチャージ、今回のコスモチャージこれなんすよ。めっちゃめっちゃありがたい。355ゲーム、総投資が13本でコスモチャージの7揃いからジェネラルバトル。はい、ではジェネラルバトルいきます。さあ何パー、70% バイアン、なるほど、うん、もう追う要素は満載になってきましたんで、だこれもう通すなら通してしまいたい。あーはー、長押ししてた。通すなら通してしまいたいし、負けるんなら1戦目なんですよ。1戦目で負けると、あの不屈ポイントもらえますし、コスモチャージもついてくるんで、中途半端に負けるのが良くない。まあペガサス出て 70% でしょ、これはまず1戦目は勝つでしょう。はい、避ける、はい、避けた。そして強地引け。ああ、スイカ。さあもう1回継続したら行ってしまいたい。ソレントなんだ。でややく、まあ青だからな、弱か弱だ。ああやばい、ああよくない、よくないよ、よくないよ。ああ、レイヤークよ、オッケー、うまい、これはうまい、これはうまいっすわ。さあ、あと一勝、ここまで来たらもういかんと、行っててくれ。せいや、赤、うわ、先生や、あーペガサス出た、勝て、あー押される、押される、頼む、マジ頼む。え、大丈夫やろ。え、クラウンや、あかんあかんあかん、これもう一番あかんやつやから。いやないよね、だって2セット目強制引いてんねんから。そうよね、 70% やもんね、 70% やから。はい、どうもありがとうございます。よかった、幸先よき。
アテナで出てこい。まあ、テンマですね。ペガサス。さあ、平均200ゲームです。300いこう。ペガサス覚醒中はもうレア役もしくはこれなんですよ。緑カットインで7揃いしないんね、しないんや。やばい、めっちゃ弱い、全部10や、すごく弱い、よくない、なんか持ってこい。青やけど頼む。うわー、レイアク来た。ジャクチェから30ゲーム、ちょ全然足らん、全然足らん、まだ110しかない、まだ半分やぞ。粘るよ、こっからカットイン、カットイン、いいよカットイン、あーいいよいいよ、続いてるよ。カットイン、ここで、あー危ない、うわー、あーちょっと平均届かずですけどね、7揃いもなかったもんな。で160ゲームスタートです。セイントラッシュ、セイントラッシュ中は、まあ、レア役で上乗せ、そしてさらには特化ゾーンで、規定ゲーム数でも特化ゾーンの抽選が行われてますと。規定ゲーム数から最大が500ゲームで、まあ、1回はその特化ゾーンには行ってくれますよと。でこのセイントセイヤのその目標なんですけど、まあ、もう上位が目標、上位 AT が目標なんですけど、その入り口が、ビッグバンチャレンジというやつながあるんですけど、まあ、そのチャンスゾーンに当選するにはどうすればいいかっていうのは、まあ、有力感を切らないといけない。でその条件がサマイでプラスの2200枚なんですね。なのでこれ朝一の恩恵として、まあ、最初挙げましたが、それ以外にもまずプラマイゼロからその恩恵がある状態で朝一はスタートできる。だから今だったらね、投資はまだそんなにいってないですから13本なんで、そこからまあ2200枚目指せるっていうのが、まあ、一つ大きいところ。おい、来たー、乗りました。チャンス目、チャンス目で、まあ、基本10だよね。でこの後特化ゾーンが出てくるかの前兆に入ります。チャンス目は特化ゾーン期待度約 20% ですね。で強チェリーならば 30% 33% あります。勝手しそうやな。あ、行った、よしよしよし、期待度 80% ありますよ。これあるんじゃないですか、チャンス目の 20% 取ったんじゃないですか。めちゃくちゃ気合い入れてるけどな。あーで、まあテティス大丈夫かな、大丈夫かな、よしバトルください。アタックか、やっぱね。さあ誰ですか。あ、シリュウさんや、よしよしよし、では行きましょう。20 50だって。まあ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 、あのな、あれあれなんていう上乗せ、な、言い方なんて、停止上乗せか。一応平均60ぐらいですね。怖い、あー終わっちゃったということで、500枚出てない、495枚デジェネラルバトルですね。まあだいたい 50% なんでしょうが、ソレント何パー、50だね。かいくぐっていけ、 50% 3連したらいいだけや。500枚超えた。負けたね。強攻撃は無理ですわ、 50% で。はい、トータル230ゲームの538枚で終了です。で青、
で、まあ、腹痛中以上が出てますんで、中以上っていうか腹痛中が出てますんで、いきます。さあ、ゆうちゃん、はい、前回ね、間落ちしちゃったから。そうなんですよね。ジロー君に何も触れられてないけど、前回の間落ちのことは。でも今回勝っていい報告をできるように、はい、そうですね、ちょっと2人並んで頑張っていきたいと思います。お願いします。はい、もう振りは打ったことはありますか？はい、あります。結構出したことあります。あら、どれぐらい？5000枚ほど出ました。あ、じゃあレベル4行ったってこと？レベル4行きました。すごい。大点数も引いてます。レベル4行ったことないんだよね。一回打ってる時に六角だったんですけど、ゲーム数店長行っちゃって、うん、そこで一回ガッと減らしたんですけど、そこからまたビュンって出してって感じでした。うん、あ、ドラメ来ました。合格、まあ保証ゲーム数は過ぎてるんですけど、落ちてなければ告白中の日ドラメ。まあ8点。パックパックは弱いよね。弱いですね。あ、びっくりマーク。レア役かな。あ、ヒドラム、ここでもう一つ引きましたが、ダメでした。さあ、どうですか？はい、行きました。ということで、今日一発目、お先です。行ってらっしゃいませ。はい、ヒドラムから高確率ゾーンということで、ここでヒドラムを引くと 100% でボーナスで、スイカチリでも 25% でボーナス。基本的には 5.8 分の1の外れ目からボーナスを当選を目指すっていう感じですね。リプレイとチェリーは抽選をしてないので、しっかり引いてはいけません。今1人ここのキャラクターが振り返ったんですけど、ここでレア役だとボーナス 10%。 私も今日初のヒドラメが来ました。いいね、ヒドラメ。ルンズクエンスの煽り、まあ、早めのジャッジ。ここの色が赤までいくとかなり期待が持てる。青どんまり。これはきつい。残り2ゲーム。ジャッジの色は普通の色、赤とかならチャンスなんですが、あー、きつい。ここで継続してくれれば。あー、ないです。今日一発目の高確率ゾーンは残念ながら外してしまいました。レア役ある、上がれ。あー、ベルで終わってしまって、すいません、にスルーです。ヒドラメ、いやー、なんもない。継続はない。いやー、滑らない。継続ない。こら、無限、こら、無限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 。あいたたたたたですな。これはちょっと、ね、なんでだろう。やりました。高確率ゾーン。ちょっとメルはもうほんとふざけてられない。本当にもう投資がふざけてはないです。ふざけてられない。あ、待って。あ、来ました。矛盾ですね。やっとですね。狙います。はい、さあ、レギュラーボーナスです。スタートはレギュラーですが、良かったです。416ゲーム、総投資15本です。レギュラー中は、まあ、キャラクターでいろんな示唆を行っているっていう感じですね。で、ボーナス中はもうここの、レベルを上げていくっていう感じです。0から4まであります。今これレア役やベルや水害、ヒドラメ、子役からですね、スキルを獲得するチャンスで、プッシュボタンが入ったらスキル獲得できたんですが、ここはもらえず、ここで、あ、これですね、この15枚。え、ちょっと見て。いや、でもこれでも、あ、いけてるわ。いけてます。これで今ポイントをもらいました。危ない、7狙いそうだ。あ、わかります、それ100ポイント。これどん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 ポイントを貯めていって、レベルを上げると転落しにくくなるっていう、ループがどんどん上がっていきます。レギュラーだと100枚しかも、あ、
これなんだっけ、ここ、なんだっけな、これなんか赤がいい、赤だとなんかこう設定したとか偶数したとか、で金とかだと結構いい差が出てくるかな。あ、でもキラキラバーベキューです。あ、今日ですね。で、こうしてサリーちゃんしか勝たん、102枚。この後にまた高確率ゾーンを戻せるかどうかっていう。あ、でも来ましたね、はい、高確率ゾーン戻ってこれました。さあ、しっかりと連チャンさせていきたいと思います。お願いします。あれよ、ベルはいらない、ベルは、あー、ベル得意3ゲーム、とりあえず、よっしゃー、ダメか。あ、ブルンってしたよ、ブルンって、ブルブルブルンだよ。リプレイ否定してくれれば。あ、押せない。気持ちいい、気持ちいい。出ました。防御状態中のボーナスはすべてビッグだとダブルになります。あ、エピソードだ、エピソード、サーグライのエピソードボーナスです。普通ですね、これがね、金の背景とかだといい高確率ゾーンにいけるんですよ。普通のエピソードです。それではエピソードが終わりまして、2連294枚です。でエピソードからなんで、このままベッドで降格に入ります。このベッド降格っていうやつなんですけど、エピソード以外から言ったら設定差があるポイントです、ベッド降格。さあ、それじゃ行きます。あっちっち、ドラメでいいんじゃない。あー、 25%、ここから上がることがない、取ってないか、なぜ取ってないや。いや、でも今全部抽選切れてよ、外れも、ほら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 、チェリーはずっとあと外れ、ぴょん、完璧です、お上手です。さあ、ビッグ、あー、レギュラーですね。さあ、3点目、じゃ続いてアイナミも決めましょう。さあ、いきなり3人アップ、あ、外れ、これ50%ぐらい、どう、え、待って、あー、え、ないの。はい、こっち、こっち、こっちである、そう、そう、あるあるある、やめて、もうこれ4回目とかよ。頑張れ頑張れ頑張れ、みゃー、ラスト、あ、でも演出ある、演出、あ、でもこれ、あ、フリーズしてる、ナイス、よかった、511ゲーム相当し17本、ナイス、来ましたね。いやー、かかってしまった。あ、はい、えい、初回なんでシングルビッグですね。2人で並んでボーナスいいじゃないですか。よかった、ここからだね。ちなみに投資を、私17本、私が15本です。はい、15+17は32。はい、ありがとうございます、はい、無理になしたら本当ごめんなさい、それだけは本当に、ただちょっと可能性が若干あります。どうですか、そろそろスキルください。あ、ヒドラメだ、機械心効果が取れました。いや、ありがとうございます。あ、来た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 
はこちらのリンクから。ほら早く早く押さないと地獄に落ちちゃうぞ。はい、5、4、3